チャオあちゃんです。ちょっと久々になんだけどね、ユーロトラックシミュレーター寝る前雑談やっていきたいと思います。はい、ということでね、今回ルートが一番長いのが1万ユーロ、無限軌道、を配達するのにね、ルートの長さじゃなくね、報酬高いやつでいきましょう。1キロあたりじゃなく料金、12000ユーロ、ホイールローダーをトリノから、パスティア、イタリアからね、フランス入ってフランスの島へ渡せるね、これ行きたいと思います。ニースからちょっと近いんやね。じゃこれを配達したいと思います。はい、ちょっと久々になんねんけどもね、どんな感じでしょうかって感じでね、現代時刻日曜日14時30分って感じでね、始めていきたいと思います。実際の交通規制に従って走行してください。どこを通っていくんだよこれは。あんなん積んでんの、ホイローだね。重そうやね。こうでしょう、出口。では行きましょう。今日はね、25。7月の25日かな、日曜日でした。あっちゃんはね、右方向です。でね、ほんまやったら鈴鹿8時間耐久レースがある、日曜日やねんね。でレースを見てゆるっとしてたはずやねんけど、レースがねコロナでなかったから、あっちゃんがレースしましょうってことでね、レースライブをゲームチャンネルでやっとってんけどもね、その後ね、またね、ご飯食べてね、で、また、ご飯の後ね、いろいろパソコン触って、ね、編集したりね、いろいろやっとってんけど、まもなく左方向です。イベコ発見。左方向です。でね、まあレースをやっとったわけよ。でその後またね、ゲームチャンネルレース F1 の動画を撮ってんけどもね、やっぱあっちゃんね、レースゲームが好きだから、レースゲームがこれからいっぱい上がると思う。目疲れるけどね、やっぱり今までと違ってね、やっぱり目も疲れるし腕とかパンパンになるけどもね、でもやっぱりレースが好きやな。レースしてるとね、暴言吐いたりもするけどね、やっぱりレースがええよ、楽しいよ。またね、コロナがね収まったらサーキットへね、実際のレース見に行ったりとかもしたいしね。実際も自分で出るかって言ったらもう無理やと思うねん。もう体力の衰えもやし、目も衰えてきてるしね。まあもちろんそれ以上にお金かかっちゃうからね、でけへんけどもね。でも何かしらね、まあお金が稼げたら、レースに関わる何かをしたいなーって思ってんのね。スポンサーして若い子走らせてあげたりとかね。まあ、そういうことしたいなーと思ってね。今日はね、ルーキー、若手のね、バイクもね、一番下のクラスね、モト3って言って、あっちゃんが16、17ぐらいの時にね、憧れた、世界選手権のね、一番下のクラスね、そのクラスから上にのし上がっていくっていうゲームやっててね、今まだまあ250やけどね、あっちゃんの時代で125って昔を言うてんけど、125やってんけどもね、そのクラスのね、レースをやってて、でその後ね、F1 のレースやってて、F1 の下のクラスの F2 っていうクラスからね、F1 に
のし上がっていくっていうゲームやっててね、楽しかったねやっぱりね、うん、焦ってね、まあいろんなねゲームやるけど、まあほんまにゲームってねみんなね遊びでやったりするけどね、あっちゃんまあもちろん遊びやけどさ、ごっこ遊びみたいなもんでね、何にでもなれんのね。例えば今日やったらね、あっちゃんが昔々ね高校の頃憧れてたバイクレーサーになれて、バイクレーサーってかバイクレーサーって言ってたけど、プロのね世界グランプリのレーサーになれてね、その後 F2 から F1 乗れてね、どこのチーム乗ったかはまたねゲーム見てください。憧れのチームのねドライバーになりました。はい、でね、今あれやってんのね、グリッドって言って、たまにもう前からやってんだけど、たまにね配信してるけども、もう TCR、TC2 っていうクラスねから GT に上がっていくっていうクラスね、今までねキャリアモードって言って下のクラスから上に上がっていくモードが結構あってね、好きでね、だからアマチュアレーサーからプロに上がっていく、アマチュアしかルーキーレーサーからプロになっていくっていう過程を楽しめるゲームがあってね、だからレースをする若い子になれるのよ。で、ね、言ってみたら他のゲームね、まあ、ドラクエ一つにしてもね、勇者になれるのね。で、ね、バイオハザードなんかとゾンビと戦うね、あれは何になんねやろね、かっこいいお姉さんになれるのね、ジルバレンタインとかになれるよね。で、ね、竜が如くなんかで薬剤になれるしさ。左方向です。で、ね、いろんなね、ものになれる。恋愛シミュレーションなんかやったらね、本当に花魁アサキになれるしね。うん、まあ、そんな感じでね、ゲームっていうのは、なりきれんのね。で、結構みんなね、ゲームを冷めて見てると、ゲーム面白ないとかいう人はね、なりきってないからでもね、あっちゃんは主人公になりきってやんのよ。そうすると、ゲームでも、今これなんかでもトラック運転手になりきってるからね。まあ、なりきってないね。あっちゃん寝る前に雑談してるだけやけどね。でもまあね、荷主さんがね、待ってるところに安全にね、早く荷物を届けてっていうね、そういう仕事をしてるんでね、まあなりきってるみたいなのうまいんだけど、今イタリアね、どこやったっけ、どっかからフランスにね、向かって走ってるんだけど、なかなかこういうのにね、なれる。で、日本でよってフランスを走れる、イタリアを走れる。こうなるとね、いろんなミッション、バルト三国行ったりね、ああ、スピードハンズ困った。直進方向です。そんな感じでいろんなものになりきりながらね、楽しめるんでね。なっちゃんはいいんじゃないのかな、面白いんじゃないのかなと思うのよ。こういうゲームね。いろんなゲームで。っていうね。マリオになってね、ピーチ姫を助けたりね。主人公になりきってね、楽しむっていうのが、ゲームやと思うねん。トラック運転手だね、歌らんのよ。眠ったから、居眠りしながらね、居眠りしたらあかんけど、あくびしながら演歌歌ったりね。ね、そういうゆるっとしたね、楽しみ方がある。だからトランスポートフィーバーなんかやったらほんまにね、アメリカのね、大自然のアメリカに線路を引いてね、ね、鉄道になるね。ある意味面白いよ、ゲームは。奥深いよ。本当にね、超大作のストーリーもなんかやったらほんまに映画見てる以上にね、ストーリー楽しめるからね。龍が如くなんかでもほんまにね、維新なんかでもほんま超大作の映画見た気分になれたからね、終わったらね。ほんと面白い。だからね、あっちゃんは楽しいんじゃないのって。それでみんなと楽しめたらなと思ってゲーム配信やりだしたんやけどね。ゲーム配信やってよかったなって思うわ。これからもっと続けていくけどね。これがね、もっとみんなで見てくれて盛り上がってくれたらもっと楽しいよね。コメントなんかでも本当にその、なりきってね、その主人公になりきったり、その主人公を応援してくれてる、ね、人になりきってこう応援してくれたりしたら面白いんちゃうかなと思うんだけどね。それがゲームの楽しみやと思うね。
要はね、なりきりごっこ遊びなんよね、ゲームもね。まあ YouTuber もそうやけどね、カラオケライブなんか完全にね、アイドルになりきって、モノマネ芸人になりきって楽しんでわーわー言うてるからね。あっちゃんそれでええと思うねん、楽しいし。荷物重いな、これ全開やで、登っていかへんよ、57キロよ。いい山道やね。すごいな、くねくねしてるね。山道やね。めっちゃ眠たいね。あと800キロあるの。たまりませんわ。800キロのうちなんぼかは船やけどね。実質走行じゃないけど。綺麗な山見えてきてる。眠たい。また本ならないなってんの。まあいいけど。ね、楽しいけどね、すごい高い。あ、パトカーにせいで捕まったよ。すれ違いで捕まんの、最悪。フランスのポリ厳しいね。今のはフランスのポリやね、もうここね。湖は綺麗な。いやー眠たい。で今日はね、まあそんな感じでゲームしとってね、昨日夜遅かったら寝られへんかってね。今日はね、もう眠くなってきてね、これ撮ったって眠れるってことないけどね。今日はね、なんやかんで一日ずっと頭痛してたのよ。まもなくロータリーです。2番目の出口です。出口です。はい、今回は遅いのにずっと引っ張るの。もう超居眠り運転よ。ね、今日はね、そんな感じでね。まもなくロータリーです。3番目の出口です。まっすぐ行け、あいつ。
同じとこ行くのかな。出口です。うざいね、これね。さっきまでレースゲームやったから、ついインさして抜きたくなるよ。抜けんことないと思うけどな。何をすねて。まもなくロータリーです。2番目の出口です。出口です。はい、高速か。レースゲームやってるとね、ついついね、ああいう遅いのインさしたくなるのよ。でもこのなんか後ろ乗ったやつ重たいね。行かれた。黄色いピカピカは何なんだ。人の道かな。遅いよ。遅いのに左ずっと走った。いい、来た。なんで減速する。あ、インターチェンジか。39ユーロ。あと700キロ。無糖か？もうライトつけなあかんの？そんな時間か？19時。あ、厳しいな、無糖化ね。向こうの国ね、無糖化厳しいのよ。ヨーロッパね。明るいのになんで無糖化や。時間でか？眠たい。距離長い狙いすぎたかな。めっちゃ眠たいわ。
右にレーン移動が必要です。はい、眠い犬ばっかりだけどね、まあ寝る前脱弾なんでね、みんなも眠りに誘わないといけないね、眠くていいねん。レーン移動が必要です。その先、右方向出口です。これね、みんなが眠くなってもらう動画やからね。直進方向です。ん？こっちか。まもなくロータリーです。3番目の出口です。いいよ。出口です。たどり着くかな。あーやばい、眠たい。マルセイユ。喋んのも限界なぐらい眠くなった。右方向出口です。はい、出口です。電車通ってる。後ろバックミラー映っとったね。まもなくロータリーです。2番目の出口です。出口です。めっちゃスピード違反してんね。もうええわ、スピード違反しても。もうな、眠たいし早く入りたい。危ない。マスターが遅いぞ。あそこで U ターンみたいなカーブ、まだ600キロもあんの。こうかな。左方向です。港かな。ぽいね。そろそろ船かな。どっかから船乗るからね。直進方向です。信号なんか止まったら寝てまうわ。水くんどこ。
ね。こんなことトラクターみたいな。あれ歌え。600キロもあるよって言うほど時間経ってないねんけどね。まもなくロータリーです。2番目の出口です。出口です。隕石かすめて足になってレースちゃうやろってまもなくロータリーです。2番目の出口です。出口です。やっと港や。まもなく右方向です。港のね、船乗ってもね、あっちゅう前に着くからさ、休憩できへんのよな。右方向です。目が見えてきた。ボルトからベッキオ14時間、ちょっとね休憩してくれたけどね。もう着いたよ。あと140キロ、だいぶ縮んだね。まもなく右方向です。右方向です。ここ前来た気がするな。この景色見た気がするな。ベッキーはね、来たよね。まもなくロータリーです。2番目の出口です。出口です。ああ眠たい。分かるとかね、左側にね。来た来た。まもなくロータリーです。一番目の出口です。出口です。ヘッドついてるのパッシングサイドな。ポリン間もなくロータリーです。一番目の出口です。出口です。
無理だよ。130キロ頑張って走るわ。今日はなんかね、ずっと家でおってね、昨日がね、寝れんくってね、ほんまに遅なってもうて、4時ぐらいになったんかな、寝た。今日も早い寝る。次明日月曜日やもんね。この動画は月曜日の晩に上がってると思うんだけど ね、月曜日からってなんてことはないんやけどさ、めちゃくちゃね、もうエライン通りで走ってるよね。前やから車全然行けへん。遅いバイクおる。ポリーに捕まったよ、スピード違反。バイク遅いぞ。高速じゃないの？ガソリンか。バイク遅いから抜く。トレーラーで抜くとかかなりやばいけどね。直進方向です。直進あと64キロ。もうすぐやね。レースゲームやった後やからね、なんか簡単にすぐ抜いてしまうわ。あかんねえ。めっちゃ眠たいねんけど。なんかスピード関係なしに飛ばしてるね。眠すぎて、眠すぎて格好めちゃくちゃ。
まもなくロータリーです。一番目の出口です。出口です。めっちゃ偉い乗り取ってんねんけど。ポリア。邪魔くさいな、ポリまもなくロータリーです。3番目の出口です。思ったら前、先行った。右行った。出口です。はい、あと7キロもうゴールやね。いや長かったね。あーじゃあすごい眠たいです。パスティア、パスティアに到着。バスティアか。まもなくロータリーです。一番目の出口です。出口です。まもなく左方向です。左方向です。トラック壊れてへんのかな。ちょっと修理見てみよう。適切なルートが見つかりませんので元のルートを表示します。修理111ユーロ。修理したんで、もうこれでダメージないから、修理ダメージ罰金取られへんから、これね雇い主が払ってくれるからね。左方向です。もう引っ掛けたよ。出にくいよね、あこね。なんでトラックの修理室に入るとこがあんな出口狭いね。まもなく右方向です。はい、右方向です。その先右方向です。右方向です。目的地周辺です。あ、ドゥーシーブイや。ドゥーシーブーがあるよね。これ、ん？ここへ置けと？これ、ここ通れへんのかな？一回行ってみようか。通れへんのか。
生きるよね。生きるよね。めっちゃ簡単やね。バックシャンでもこれ結構簡単に止められたけど、結構エボナスもらえるんじゃん。うん、もらった。いやー、レベル9になったよ。はい、これでね、これを増やしましょう。ダイナマイトとか花火とか、すげえ、弾薬とかね、こんなも運べるようになりました。はい、ということでこれ適用にしましょう。はい、ということで今回あちゃんの寝る前脱弾、イタリアからフランスまで荷物を届けました。ゆるっとね、眠かったけどね、頑張ってみました。はい、ということで次回またね、ちょっとどんなジョブがあるのかな。一番料金の高いのはね、なんだ、イタリアをね、500キロ走るイタリアのプランね、このロードローラーね、この辺りをね、運べるんで運びたいと思います。1キロあたりの利益が高いのは鉄道ね、まあ、こんな感じで、次の次ぐらいから多分ね、あれが来ると思うね。とんでもない荷物がね、増えてくると思うんだけどね。まあね、116,000ユーロなんで、もうそろそろトラック買ってもいい。もうそろそろね、お金借りてね、トラック買ってもいいねんけどもね。こんだけね、行ったら、もう余裕で買えるんでね。イベコも来たし、いるのもコルボでしょ。まあ、ダフが欲しいよね。ダフかね、マンか、スキャーニアで迷ってんのよ。で、最初やっぱりね、レベルが低い間は、あんまりかっこええのがないんよね。これスカーニアね。スカーニアはね、これかっこええな。もうレベル15か。全然あかんやん。この辺か。4ぐらいまでいかかえへんねんね。この辺狙っていこうかな。370馬力。で、これでね、11万8000。もう次回走ったら買えるよね。借りやんでも。ね。こんな感じか。まあ、今んとここれが候補かなと思うねんけどね。もうちょっとね、レベルが上がってきたらすごいかっこいいのとか買えるしね。もうイベコでしょう。イベコでもええんやけどね。これあかんのか、あかんの、イベコ、あ、これいけんのか。15万310馬力。スカーニャ方がパワーあんのか。ねえ、メルセデスでもええけど、メルセデスないわ。ルノチェコニャ。もうかっこいい。レベル10、次のレベルだったらこれ買えるのか。もうかっこいいな、この辺かっこいい。これかっこいいな。レベル16か。レベル16まで頑張るかな。ねえ、メルセデスがないやな。ボーボー
これ帰りや。これレベル10で帰んねや。500馬力。これいいね。燃費悪せやけど。レベル10倍でこれ買おうかな、ボルボね。かっこいいよね。はい。ってことでね。まあ、次回、次回そろそろトラックを買おうかなとは思ってらっちゃんです。はい、まあ、次回、次次回ぐらいになるかもわからんけどね。まあ、トラックいつか買いたいと思います。はい。ということで今日はこの辺で終わりにして、もう眠りにつきたいと思います。めっちゃ眠たいです。おやすみなさい。またね、寝る前脱弾トラックでするか、あれでするか、他のでするかは、寝ながらね、あっちゃんを映し合わせするか、また考えたいと思います。ではまたね、バイバイ。